ステーキ宮の名物5つのバー、サラダ、スープ、ライス、ソース、ドリンク、おかわり自由で食事を楽しく彩ってくれます。さあこの後はいよいよご褒美のステーキです。よいしょ、すごい、素晴らしい、すごい、めちゃくちゃいい香りしますね。これなんかいろいろあるぞ。さあこれメインディッシュですね、それぞれの。おー、はい、おー、きた、あ、音が、わー、すごいすごいすごい、ぶっかちでーす。いやいや、マジマジンブーの煙じゃないですから。やってーブー、マジンブー。バビにやんなくていいのよ。すげー、上に集まってるじゃねえ。集まってませんよ、何も、ね、消えてます消えてます。ちっちゃいブーがピー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 って。いやいや、それがね、集まって大きくなりませんから。自爆した。あっちはトマトソースだと。トマトソース、あれ、これ俺のソースバーのやつ。あれあれ、あれ、確かに、やったー。俺だけのハンバーグってことは多分野沢さんだった。これだこれだ、あきさま、これだわ。野沢さんが食べるのは思い出ハンバーグ。熱々の鉄板にとろーり溶けたチーズがかかっている食欲爆発の一品。野沢さんのやつが入って、先ほど50周年という話があったと思うんですけど、それを記念して思い出ハンバーグっていうシリーズをやっていて、思い出ハンバーグ、かつてあのステーキ宮で販売していたメニューを再現して復活か、っていう、復活だ、はい、復活の宮、ね、復活の M ですね、復活の M、 はい、来ましたよ。いただいてみたいと思います。やけどの気をつけて。熱そう、相当熱そうですけど、まだなかなかいいです、ご自身のタイミングでいいですよ。なかなか、ね、はい、この間さ、うん、長くなりそうだなこの間さから入ったら長くなる。あ、もうめーっ、こっちに来た、こっちに来た、ふわ、ゴジラかお前こっちうめえの文字がこっちに来ましたね。ワギャンランドみたいになってる、駆け抜けてった。うまいが、うわ、ちょっと待って、このチーズハンバーグ、チーズすごいね、チーズのこの絡まり方っていうか、このチーズが美味しい、めちゃくちゃ。またこのチーズが北海道の4種のチーズを混ぜてブレンドしたチーズ。いや、チーズこだわりがあるんですね。いや、明らかにね、なんかいい濃厚なチーズなのよ。あ、そう、いや、見るからにね、ちょっとね、もうこの肉を全部包み込むっちゅうか、うん、うめえこれ。またトマトソースとも合うんじゃないですか。ベジータが食べるのは定番にして鉄板メニューの厚切りカットステーキ。ステーキ宮で迷ったらこれ、美味しさは間違いなしです。ベジータさんのやつが厚切りカットステーキ。厚切りカットステーキ、はい、厚切りなんですけど食べやすくて柔らかいように。いただきやろう。あー、もう急に米、もう米が米いきますね、これは。米欲しくなる、やっぱり、ね、米ですね、ぐらいの、米ですよ。あー、かっくらってますね、落ち着いてね、終わりだったよ、ごちそうさまじゃないのよ、ごちそうさまですじゃないんです。柔らかいな、あんままず柔らかい、柔らかいし、でも赤身の旨味がじゅわーっとしてるわけ。この宮のタレだ、やっぱり。あー、もうやっぱシンプルにね、ガーリックとこの玉ねぎの風味が、うん、まさに肉バンだったな。ニックバンアタックみたいに、ニックバンアタック出ましたね、新技、ね、1年ぶりのな、うまいな、肉は、うん、あ、やっぱ間違いないですね、間違いない。三浦が食べるのは自家製ハンバーグ&大粒かきフライ。人気のハンバーグと広島県産の大粒のかきをカラッと揚げた最強のコンビ。では、していただきたいと思います。一口、一口、うん、これはもうカキフライみたいな顔してうまいよいしょー、うまいよいしょ。急に俺カキで一番好きなのがカキフライなんですよ。で、だってやっぱカキフライって、あのやっぱね、ちょっとね、揚げるとフライにするとやっぱ身がちっちゃくなるんですよ、ね、はははは。もうほんと大粒で身ぎっしりですね、これ、うん、めちゃくちゃ美味しい。なるほど、いいですね、サクサクふわふわですし、いや、美味しいですね、これカキ2つです。お、な、な、星1つ、あ、星3つです、星 2つあったね、大粒が。プリンサが食べるのは厚切りカットステーキ&エビグリル&大粒カキフライ。お肉とエビ、カキが揃ったオールスター。
じゃあ私も同じく牡蠣を牡蠣フライないただきます、はい、ちょっとね、うん、レモンかけてなかったでしょ。あ、私はそう、レモンをかけたやつをいきましょう、うん、はい、これがいいジューシー、いただきます、うん、ちょっとでかい、うわうわ、うん、すごいでしょ。これはですね、もう牡蠣フライアウェイ、お、牡蠣、お、フライアウェイ、で、牡蠣フライアウェイ、お、フライアウェイ、はい、で、体で、まだ、うん、せっかくなのでニンニクマシマシの超ミヤのタレをベジータさんに召し上がってもらいましょう。ベジータ、わあ、え、マシマシすごいですか？すごい、あー、うわ、スーパーガーリック、あ、スーパーガーリックになりました。もう敵ですけどね、ガッツリこれ自身がもうニンニクをすりおろしてぐらいの、うん、いや、だ香りすごいですもん、すごいいいんだ、はい、まあ、ぜひね、ちょっと皆さんも興味がありましたけどね、はい、超ミヤのタレおすすめでございますので、うん、食べてみてください、うん、はい、ということでね、杉本さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、キュッ、じゃあ残りねちょっといただきましょうかね、まあ、ね、全部食って帰る、はい、食べましょう、飯出ねえから、うん、言わなくていいんですよ、出なくていいでしょ、今日はDB 芸人ボードゲームブー、あったな、そんなのが、さあ覚えていらっしゃいますか皆さん、はいはい、最初はグー、じゃんけんよ、あ、最初はグー、じゃんけんよ、よしよしよし、そんなにルーレットよーい、ピントンよー、見て、お、大きいんじゃない、これはどっちだ、5かな、5、はい、せーの、よっ、さあプラス、よし、すげえ、覚醒ガードでプラス1000ですが、おもしれー、はい、なんかよ、はい、この間聞いたんだけど、なんだ、この番組、うん、はい、なんと、なんと、あの虹のコンキスタドールの緑の子が見てるらしいぞ。そうだ、おー、なるほど、そうだ、いい情報ですね、あの、あのびっくりしたよな、ベジータな、あいつだよな、あいつ、虹のコンキスタドールの、虹のコンキスタドールさんも、緑の子が、あ、ありがとう、一緒に写真撮ってくれ、一緒に写真撮ってくれて、マロニ見てます、マロニ見てます、あ、マロニ LTV、 お、出ちまった、あ、アイドルの方ですね、当たり前じゃないかな、はい、なんだこれ、いや、虹の黄昏じゃねえぞ、そうですよ、虹の黄昏と間違えてる、よいしょって言ってませんでした、言ってねえよ、違いますよ、お前だろよいしょって言ってる、ね